シビックタイプ R です、これからですね一般道を走りたいと思います。ここは今まだオートポリスの施設の中なんですが、これから一般道に出てインプレッションしたいと思ってます。前回鈴鹿サーキットでねインプレッションした時はサーキットっていうこととタイヤがカップ2のハイパワータイヤ、ハイグリップタイヤだったので、これは標準装着のミシュランの 4S がついてます。モードがスポーツ、コンフォート、インディビジュアルとありまして、とりあえずコンフォートの方ですね。一般の方はおよそ 700m 先、右方向です。結構ね、サーキットで走るよりもコンフォートでも足が、これ足が切り替わんないんですけど、足が硬く感じますね。ストローク感があんまりなくて、むしろサーキット走ってた方がストローク感がちょうどいい感じにあります。まあこれはもうハイスピード用に設定してあるから仕方がないといえば仕方がないですけどね。ということでこれから一般の方へ出ていきます。レスポンス上がってスタイリング系の剛性がすごく高くて、キックバックがほとんど感じられないし、ソーダが安定してますよね。安定してる。で、過剰にレスポンスしないのでリニアにこう切り込んでいけて、結構トルクステアがねひどかったんですけど、その辺がものすごく改善されて、あとステアリングのこの剛性感、安定感が格段に増してますね。路面のアンジュレーションとか輪立ちとかでもハンドルが全く取られないで、足が硬いんですけど乗り心地がね悪いっていうわけではなくて、その不快さを感じさせない、頼もしさを感じさせる硬さ、こういうのがスーパーカーもそうなんですけど、硬いんだけど乗り心地がいいっていうね不思議な状態になります。
は乗り心地がいいんですよ。で、足だけを固めたチューニングカーを乗るとめちゃめちゃ乗り心地悪いんですけど、本当に速く走れるレーシングカーっていうのは実はフォーミュラカーも含めてめちゃめちゃ乗り心地いいんですよね。それはあの剛性感が高くて、こう路面のハッシュ突き上げとか段差乗り越え時の衝撃がすぐに収束する、ボディ全体にこうあの振動が伝播しないで、もう足回りの底の部分だけでカツッとくるけどすぐにそれで収まっちゃう、そういう乗り味はね、この車にありますね。この自動フリッピングヒールアンドトーしなくてもそこまで落とせますから、僕らはもう本当に癖になっちゃってて自動的にヒールアンドトーしちゃうんですけども、あえて意識してヒールアンドトーしないようにしても、まあ、ちゃんとエンジンの回転があってシフトダウンできる、まあ、フェアリー Z とかね新型なんかにもついてますけども、それの辺のこのセッティングがすごくうまくいってて違和感ないし、過剰にグリッピングしないしね。意外とこの A ピラーが細いんですよね。今の最近の車の中では本当にびっくりするぐらい細い。
するとグリッピングの様子が分かりますね、音で。電動化の力を借りずに純粋にガソリンエンジン、まあ、ターボチャージャーついてますけども、それとシャーシのセットアップ、車体の作り、それでこういう走り乗り味をね、可能にした車、新車として買えるのはこれが最後じゃないですでしょうか。マニュアルとスリーピーダルのね、トランスミッションを装備して、そういう意味でもなんかもう本当価値がある。
2ペダルのパドルシフトで育ってきてるから、逆にこう H パターンのトランスミッションをね操作しながらサーキット速く走るっていうのはオールドスタイルなんですよね。だけど僕らの世代ではやっぱりこのスタイルがね、車を運転してる感があって、操ってる感があって、その極める楽しさがありますよね。散々これでやっぱり育ってきたので、この感触がしばらく味わえなかったので寂しい思いをしてましたけど、普段使うんだったらオートマで十分なんですけど、楽だしね。だけどこう気晴らしにスポーツドライビングをしたいとか、サーキットを走りたい、ちょっと両手両足を動かしたいっていうようなことを求めるだろうね。スリーペダルのマニュアルトランスミッション面白いですよ。運転の試合があります。数字で出るんですよね。4とか今5とか 6とか、これが今の F1 なんかもそうでしょ。バドルでカチ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 やってるから何速に入ってるか分かんなくなっちゃって、結局数字でかなり F1 なんかでも大きくシフトポジション見せてますけど、それと同じような表示方法で4ってもでかく表示されてます。シフトの方が早いんですけど、まあ、ツインクラッチとかにしちゃうと効率が悪いんで、変速効率はいいんですけど、プリセレクトって言って内部の威圧回路を保つのにエンジンパワーを使うのでね、
だからまあシングルクラッチでアクチュエーターでシフトをするだけのシーケンシャルだったらいいんですけども、ツインクラッチにしちゃうとまあプログラムで D レンジで走った方が速くなるんですね。でマニュアルトランスミッションの場合はそういった油圧損失みたいなのがないので、操作時間ショートストロークにして操作時間、変速操作時間を短くしてタイムを稼ぐで、なるべくこのハンドルから手を離す時間を短くするっていうのがポイントですよね。ハザードを引き出す、で、まあ、僕はマシンガンシフトとか言われるような素早い操作を得意としてるんですけども、あんまり早くやりすぎると、まあ、場合によってアクセル踏みっぱなしでも操作できちゃうので、そうするとね、急激にエンジン回転が変化して、その時に吸入してる神殿に吸入する空気量、空気流速が急激に変化しますから、そこでちょっと、ノッキングが起きやすくなってリタードが減っちゃう車なんかもあるんですよね。だから車によってはそのマシンガンシフト操作は速いんだけども、かえってパワーが絞られちゃってタイムが出ないなんてこともあります。この車の場合はでもかなり速い操作しても大丈夫ですね。ペダルのストロークが短くてね、ポルシェのブレーキみたいな踏み心地です。